さあ、来ました。今回はグッバイ宣言ということで、初見動画の様子を皆さんと見ていこうかなと思います。この絵柄がね、ちょっとね、違うんですよね。アルセチカさんの描いてた絵とはちょっと違うみたいな感じで、今回プロセカじゃねえや、ワンダショさんが歌ってくれたということで見ていきたいんですけど、いや、わかります。いや、このテンションの上がり方、エナナンほどは上がんないけど、でもある程度まで上がんのよ。このグッバイ宣言っていうのかな、でカクつくっていうね動画投稿者として一番嫌なこと、カクつくとか動画が出せないっていうことがね、一番悲しいんですけど、もうこんな変なこと喋ってる間にもうね、錆びきますよ。でコンバは今んとこ途切れてません。ただ AP 表示は消えてます。わかりますよ、この M ちゃん。あ、でね、ワンダショで一番好きなのは俺ね、ネネちゃんなんですよ。で今 M ちゃんパートですね。この後ネネちゃん来ます。ワン、ツー、スリー、はい。わかります?めっちゃうめえの。M ちゃんじゃねえや。M ちゃんもうまいんだけど、みんなうまいんすよ。みんな、ベースはうまいんだけど、特にズバ抜けてんのが、ねねちゃんなのよ。なんか、ねねちゃんがうまいって言ってたと同時に俺ミスんのやめてくんない?なんかタイミング悪すぎじゃない?で、この後ね、終わりかと思ったんだけど、まだあるんですよね、実は。このおしゃれパートがあるんですよ。で、譜面もなかなかおしゃれっていうね。ちょっと咳さして、さあ見ていきましょうか。この辺ね、結構ねおしゃれな譜面ね、これ緩やかな感じがね。あ、来ましたね、司くんね。いや、ここで司くん入れてくるんでなかなかいいですよね、このサビの前のあの静けさで、ここで M ちゃんの叫びね叫びではないんだけど、なんかあれだよね、あ、ここでちょっと笑っちゃったんだよね。 M ちゃんだから、はい、何もないです。特にな、何言ってんだ俺、とりあえずもう最近の俺の実況って何言ってるか分かんないんだよね、本当に。途中で、あー、この辺からね、この辺からめっちゃむずいから、みんなね、気をつけて、本当に。俺ね、もう嫌になってきたもん、これやってる時に。これ、あ、これはまだいける。はい、これね、ワーワーワーのところがね、めちゃめちゃ高いんですよね、今回。そう、もうちょっと低いかなと思った。これ、最後のところ、初音ミクの消失なんですね。あ、いやいや、グッバイ、グッバイ、君の運命の人は僕じゃない。さあ、終わりました。今回、グッバイ宣言だったんですけど、結構ミスっちゃったんだよね。2回ミスでグレード12も出ちゃったんですよね。いや、これね、言い訳させてもらうと、いつもマイナス2でやってるんだけど、マイナス3の方がね、この後やって、めちゃめちゃやりやすくなったんだよね。だからマイナス2でやっちゃってたから、初見だからね、仕方なく、そんなん知らずにやってたから、ちょっと精度が落ちちゃったんだよねっていうことを言って、いつももっと上手いんだよアピールをしようとする咲夜がちょっとダサい。